か聞かせてもらったわ。穂村春子、マナのド親友です。お風呂を着てね、ノーリンとレイネさんちょいと詰めて世界最高の幕の内弁当じゃないですか。まあそうなの。まあそうですね。ゼロ出たやん。私じゃないもん。真面目に審査してください。ズバリこれよ。いやほら、余獣の増殖期間に気づいたのは大きかったじゃないね。復活できるもんならしてみやがれ。やったわよ、私やってやったわ。悪い魔法使いが来ましたよ。本能に従い花嫁をさらいに来ました。やっぱ蘇らないで。おう、この私がおじけづくと、爆裂魔法を打つことをおじけづくと。ビビらすんじゃねえ。だって大丈夫だから、本番ではうまく隠すから。うにゃーって。絶対に逃がさんぞ。通報。逃げますよ先輩。ぐるりと回って1、2の3。